最後褒め言葉で終わってどんどんいきます。はい、まあいい時代でした。3問目がここからサクサクいきましょう。東京の活動します遠藤羊君、今30歳ぐらいかな、これ30歳より下しか出てない。詩を書いていると世の中や自分の身の回りの状況によって書いている詩の雰囲気が変化することがあると思います。朗読を始めた頃と今の自分の朗読は何か違うところがあると思いますか？また違うところがあるとしたら変化が起きた時のエピソードがあれば聞かせてください。羊くんからの出題になります。こんな美味しいの詩を書いてる詩の雰囲気が変化することがあると思いますがね、始めた頃と今で何か違うところありますか？朗読始めた頃と今ってその時代の変化と、それとも結局書いてたから、なぜ12歳から書いてるから、詩を読むの、人の前で声に出して詩を読むのがその10年後なんだよね。文字で書き始めたのが10年、人前で読むようになったのが10年だったら、人前で読むようになったのをきっかけとして耳障りがどうかは気にするようになるよね。聞いてわかんのそれっていうのは気にするけど、あと時代の背景で言えば、それは自分も年を取るしさ、興味関心が移り変わるからさ、例えばニュースネタで C 書くこともあれば、子育てネタで C 書くこともあるし、なんだろう、学生とかだったら進路で悩んでるの書いてとか、それ変わるよね。まあ自然に変わってるよね。変わるね。小学生としては説教してる。説教じゃないけど、当たり前にそんな日々変わる。昨日と今日って違うぐらいのレベルで変わる。俺ね、最初詩の朗読行った時とかは23行で終わるのばっかり書いてた。ああ知ってる、短いやつやってた。2行とかなんですよ。忘れちゃったけどね、なんかね、インスタント食品に虫ばまれたおかげで僕のセックスは3分持たないから。あ、覚えてるそれ。そうなわけ。けど、それでね、どっちかっていうとやっぱり行った頃って、あ、これなんか面白いこと言うねみたいな感じだったけど、やっぱりそれ詩書いてる人たちとこう関わっていくことによってさ、なんかもう少し俺長く読みたい人とかさ、でなんかそこで変わっていったのもあるね。逆に長くなりすぎたら逆に今はなんていうかな、ダラダラするよりもやっぱりそのキレのいいワンフレーズ探したりしたりとかさ、だからそこは行ったり来たりはしてるけど。そうね。まあ朗読始めてこんなステージを構成したいとか、だんだんそのオープンマイクで5分とかいいんじゃなくて、ソロライブ、ブッキングライブを企画するようになると、じゃあ30分どうやって持たせるの？結構長いよね。詩で30分。っていうのでなんか。こういう空気でこうやりたいとかで変化していったのはあるかな。確かにな。あとはどうですか、ハギーさん。やっぱそうだ、最初はだって自分の心のつぶやきを書いてるだけだったけど、やっぱそうだよね、その聴衆は意識するようになってる、やっぱさっき言ったみたいにもう耳障りとかさ、そうね、まあ音の響きは意識はするようになってる。そうで、あとはもう最初の頃は特にこれは本当に成立してるのかっていうのをオープンマイクで確かめるのが、この2行はインチキだ、これカッコつけてたとか、やっぱお客さんの前ではっきり確かめれたかな。それもある。あとこう長いことやってると羊くん、10何年前20年前に書いた詩今もやるわけだよ。そうするといまだに発見があるんだよ、これ。あっ、これはそういう意味だったのか、この作者は自分なんだけど、だから言葉ってやっぱり先に出てて、そこに自分が追いつくってのはあるの面白い現象かな。ずっとやってる面白さとしては。それ中島みゆきさんが似たようなこと言ってた。あ、本当ですか。デビッド・ボーイも言ってたね。すごいですから。じゃあ小野の妹子も言ってたね。負けず嫌い、負けず嫌い。本当に言ってたの。どれぐらい遡るの？そういうなんか日記みたいなのがあるからね。レオテスターチも言ってたね。そんな感じです。羊くんだから続けながら自分の実感で、でもそれぞれだと思いますけど、そんな感じでございます。じゃあ続いて今度はね、みーちゃん学生時代です。札幌、札幌の今大学。2年生実は先日ずっと詩は書いてたんだけど詩の朗読デビューをしたばっかり。大江中君の質問でございます。私は朗読のほかに雑誌への作品の投稿を行っています。朗読することを前提として詩を書く場合とそうではない場合で詩の言葉が大きく異なります。皆さんにはそのような違いや区別などはあるのでしょうか？あります。あるんだ。全然あります。あるんだ。きれいあります。じゃあありますね。結論からみんな言ってみよう。あると思う。あるこれないまあそれはじゃあ聞きましょうね。理由はだって活字で見るときとかたまにあるんですけど、その活字の字の並べ方をハート型に仕上げることができるじゃないですか。まあビジュアル超えたりビジュアル超えたりとかのこともできるけど、それ超えちゃできないので、まずあとハートにしながらそういうね身振り手振りですよね。できることがまあ違うよね。だってもう日常会話となんだビジネス文書とか法律文書が違うレベルで変えるようになってる言葉だよね。でも文章ごと口語ってはっきり分かりますよね。詩も同じ詩を活字で出した詩をポエトリーリーディングにしてもいいんだけど、最初からこれ活字でしか出さないなって思ってくるんだったら変わるかな。ちょっとかっこつけた詩になるよね。自分が苦しいことも使えたりとか。確かにね、なんか音読み訓読みを使い分けるとか、それぐらい俺もある。そのほうがあと今日のお客さんが全員おばあちゃんだから、これはカタカナじゃなくて日本語に変換しようとかはコントの該当っていう、そこは変えなくていい。でもまあそういう感じのそれは客によってね。ケンちゃんはこれはねやっぱあるんですよ。で書き言葉を使わない動向じゃないんだけど、やっぱ字で書いたらさ漢字で書いたらかっこよく見えるとかあるじゃん。漢字で書いてかっこよくグレース見えるんだけど、読んでみたらなんかよくわかんない、なんか届きにくいっていうかさ、届きにくいこれ漢字とかその字の形にちょっと良さが引っ張られる時があるから、そこはねなんか読んでとかあるね。ああなんやろ今出てこないけど、なんかいや屈辱とかさ、だからそれ漢字で書いたらすげえなんかかっこよくなんていうか漢字、誰かがね前ね誰かツイッターのあれでね私回ってきたの言ってたんでね、漢字2文字で書くのを省くといいみたいな、なんかね誰かがつぶやいてたの忘れたけど、でもそれがなんかあるかな。日本語の面白いところだよね。漢字カタカナひらがななんならローマ字使って遊べるけど、それ声じゃできない。まあ翻訳かなんかしらのゲームですけどね。本当にね。アギさんのこれはありますか？あ、俺の場合活字っていうか別に特に詩集とか出してないんだけど、まあ文の場合は本当に書くだけで書くってあれね。そのもの。誰もコアかそう。だけど大きいかなと思うけど、それだと本当にささっき青木君言ったみたいに何十秒で終わっちゃうから。読むようにするとそこにいろいろ足していくな。俺はそれでまあ形の詩にもなるけど、基本的にでも本当に言いたいのはこれだけみたいのは書くときは結構書くだけの時はね、目から入れるときだったら単価とか考えると違うのかもしれないけど、それ一行詞みたいなのあるんですか？単詞ってやつですね。多分 A4 の紙のど真ん中に一行本当に言いたいことだけあるっていうのもすごいこう一輪差しの美しさみたいなのを感じるので大好きなんだけど、それポエトリーリングでやるといや私もうちょっと舞台に行きたいんだけどってなるでしょ。それはあるよね。ためにためて読んだけどみたいな、せいぜい行くでしょ。2回繰り返すとか言ってるよね、単詞系の人もね。私はそこだと思うんだけど、だから書く時の方が実は表現は豊かなのかなって気はしますね。言葉単体の表現が豊かなのかな。なんかね、僕は逆にもちろんなんか分けるのが不自然な気がするんだけど、ある時期から結構もうポエトリーディング始めたするぐらいから一緒にしよう、あえてそこを一緒にしよう。だから僕結構他にも仕事とプライベートを分けないと決めたんです、うん、なぜなら俺はずっと主人だからみたいな、それに挑戦してきたことがあります、うん、でそれによって多分分けないことによって遠回りもするんだけど、それで発達した部分があるので、何かっていうことをあえてやってるっていうか、やってるうちに自然になってきたっていうのはあるかもしれない。まあ細かな、じゃあ選択もあるんだね、これきっとね。そうだね。私はオンオフ切り替える。いや、本名と主人名別にしてるとか。そうだね。そういうのは。これは本当生理感覚だね、人のね。人によって違うと思う。うん。うん。だからね、親君自分で何とかしろ。あと読むのってやっぱりその読む言葉もそうなんだけど、どっちかっていうとその場の空気を受け出せるとかさ。だからその。読む以外のところにも結構神経があるから、なんかエネルギーの何かが見えるとか、あるあるある、うわーってやるとうわーっと引いてポンって置くみたいな、そう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 、だからそのために言葉である程度ネタコリとは言わないが必要だったりとかさ、そう、この一行が欲しいために20分必要とか、そうね、そういうあるあるある、もう一日デートして最後に付き合ってくれって言うために一日デートするような。このコーヒーからこのどこどこ行ってどこどこ行ってみたいな、懐石料理だね。そうそう、懐石料理、俺らがあげろ、懐石料理だね。それはあるわ。まあとにかく自分のスタンダード、自分がスタンダードになってください。大江君いろいろと試してみてください。さあそれでは次の質問をいってみましょう。次はね、名古屋、名古屋在住ですが、もともと奄美大島出身、ここ最近、仕事を始めたばっかなのに、オープンマイクの主催もしているというですね。名前がこの人すっごい美人なんですよ。すごいちゃんとした女の人に見えるんですけど、名前が、電脳ブードゥーすごいですね。ブードゥー教が好きで、ブードゥーはあるんですよ。そっからブードゥー教の何か書物を漁ってるうちにブードゥー教の詩に出会って、そこから詩の方に来た。いろんな入り口がありますが、そんなこの方の質問をちょっと読んでみたいと思います。普段ツイッターで詩を書いているため140字に収まるものか、長くても 2、3 分以内に朗読し終わる詩しか書いていません。長編の詩を書いてみたいのですが、長編を書く上での注意点やコツをご教授ください。まあいかにももうね、20年前なかったからですね。そうですね。現代的な質問です。まさに140字に収まるものか、長くて2、3分以内のものしか書いてないので、長編の詩を書いてみたいがどうやって書くのか、注意点やコツを教えてくれ。ありますか？何文字って決めて、とりあえず280字とか決めて埋めちゃえば。そうね。いきなり長いこと言わないで、ちょい伸ばして、ちょい伸ばしてみたいな。そうね。今日は新宿から家まで歩くんだよね。体のトレーニングとしてはね、いきなり1000回腕立てとかじゃなく、今日100回。今日は2駅歩く。だから。今日は280字、次はみたいな、ここね伸ばしていくの。学習塾の教え伸ばしていく。フェイスブックとかやってたらフェイスブックでやらないと、文字数決まってないから。あ、もうダラーっとね。いや実はダラーっといけちゃうかもしれない。そうそうそう。なんとなく君はもうね飛べるんだ。ツイッターを離れよう。ツイッターミクシーに行こう。あえてのミクシー。そういうことです。なんかまあ、でもそういうのはあるよ。多分知らないうちに自分の中で形ができてるから、それを変えればいいだけだから。あとはその自分が書いたいくつかの詩を切ったり貼ったりして一つにまとめてみる。カット。目指せバロン。あと多分ブードゥちゃんさ、詩をやってる、朗読をやってるから、例えばもう。20分のステージをどうするか考えると、その構成の中で例えば短い詩でもどうやってくっつけるかとかになって、そうするとなんかくっつけたものが一つの詩になったりとか。そうなんですよね。読んでる人は知らないからさ、全然別々の詩を一つにしても全然そのままいい詩ですねって瞬読で谷川俊太郎さんの詩をいろんな人がやるときに1行ごとに自分の詩と俊太郎さんの詩を混ぜていくと、俊太郎さんがどっから自分の詩か分かんないので、あと自分の詩なのに人の声で聞くといい詩だなってそうね、自分で書くそうね、まあそういうことかな。注意点はさ、中谷でしょ。ここいらないよねって言われたら終わり。中だるみから生まれるものってあるし、ねえ、まあ、いい作品っていうのは結構実は聞く側見る側にストレスを与えるものだったり、それを超えた瞬間にぶわって広がる。俺だからね、ドストエフスキーの罪とかってよくできた小説ですけど、あれを10代の時に電車の中で毎日読んでて、ラスコー・リニコフが最後改心するんですよ。ひねくれた主人公がソーニャという貧しいが崇高な愛の持ち主のおかげで改心した瞬間、電車の中で「キャッホー！」って叫んでる。嬉しくて全員とハイタッチしたような。でもあれはもうなかったらしいぐらいラスコー・リニコフがうじうじしてるから「やったー！」みたいな。漱石の心もそうなんですよ。ああ、心もそう。先生だからいまだにこうソーニャみたいな子にね、今すぐ通りに出て大地に接吻なさいとか言われたってしょうがない。ごめんなさい、ブードゥーちゃん置いてかもらいました。萩さん、何かありますか、ブードゥーちゃんに。いや、そのカットアップが一番いいと思うし、カットアップだね。それで変なとこが自分で感じたらそこカットするなりなんか足すなりとか、それでもうすでにあんだもんね。それでもすでにあとね、1個言うと140字なんで、どうしてもパンチラインに頼りがちなんで、詩って結構つららりでパンチライン実はいらなかったりするから、パンチラインが浮かんで書いて最終的にパンチライン削っても成立するものになったら結構いい詩かもしれない。そんな、うちらコピーライターじゃないからね、詩人なので。書き癖があるのは素晴らしい。こんなアイテムなかったもんね。そうだね。で、見てくれる人もいるっていうのが、まあそこつながりっぱなし的なとこがやっぱいいとこもあり悪いとこもありかな。まあそうだね、それがね。すぐに見せれない良さもあったしな。ちょっとね、寝かしといたら熟成するみたいなね。まあそれもあるね。まあブードゥーちゃん、そんな感じでやってみてください。ブードゥーちゃん、今度教えてください。はい。じゃあもう一人ぐらいやってみましょうか。この方は東京でございます。やっぱり最近白の読始めた。もともとは短歌を書いてたかな。結城四季君。ふと日常、旅先、団らん中、仕事中、何でもいいです、あ、これは詩だって感じるものってどういうものがありますか。あ、これは詩だって感じるものってどういうものか。日常の中でも何でもいいです。そうね。あ、思い出した。運動的な話ね。運動的な詩だっていう運動的な、これも夢というかっていうと、こう季節の変わり目とかに水がバーッと降ってて、その時ふってある時に、あ、夏来た。俺の中で夏来やがったな。あ、じゃあ来そうとかさ。まだ来てないんだけど、風が待ってた時に、あ、もう秋来たなとか。あとさ、夜中に吉野家で牛丼食ってて、前の彼女との思い出の曲急にかかってくる。知らない。なんでこんなとこで中国人のバイトの男2人見て俺涙ぐんでるの。死でもなんでもないから。でもなんかやっぱり心のバランスからちょっとずれをというか、美女さんなんかは結局感受性で、今この方ミラーボールの光見せても詩だなって思ったりするし、私は詩でしょ。あとこのお店の楽屋のミラーの上に電球が並んでるんですよ。でもそれ見た瞬間入って詩だ。50年代とかの白黒映画の悲しいピエロがメイク直すシーンとかに使われそうな鏡だね。今また一人生きた詩が現れましたけども、シークロードカフェの看板娘。あゆみさんが詩人のジャグチ君のフィアンですけど、ね、否定した方がいいと思います。ちなみに今楽屋の電球がすごいしなってすごい感動したんです。あれはどういう経緯でここに来たの？どういう玉みたいなやつ？一応撮ってるんで。そうですね。あ、いやいや、そんなそんな、大丈夫です大丈夫です。私がホストなんで。あ、どういう経緯ですか？あ、なんか松下さんっていうお店作った方が。多分なんか昔、なんか楽屋裏っぽくしたいってことで、なんかあれを。あ、じゃあ最初から楽屋ありきで、楽屋に置くものとしてあれが。そうそう、最近、しかも最近に楽屋イメージ、バッチリ楽屋イメージある。あれでもなんか、シャバ感っていうか、よしとびとかに入れるので、スイッチ入るもんね。裏で、あ、そう、そういう空間ね、大事ですよね、裏と。今気づいたかもしれない。あ、って。悲しさがあるんだよね、あれには。哀愁がバラエとペーソス、そうそう、だからピエロがメイク直すとか、なんだろう、ドラッグクイーンがメイク直すとかにもまずそういえば昔ドラッグクイーンめっちゃコードリージング来てました。ありましたね。ピンクフラミンゴさん、ピンクベアさんとかね、それこそね、何人かいたよね。面白い人いっぱいいた。そう、もともとそういう流れなのよ。外国人とゲイの人に多かった多かった。で、しきこなんだっけ、あ、逆に、あゆみちゃんにも聞いてみよう。あゆみちゃん結構詩のイベントもここで僕ら全部見てるし。まあ、それやっていただいたのを見てます。ね、文学も好きだと思うんで、確かに。今来た若者からの質問が、あ、これは詩だって感じるものってどういうものがありますか？日常、旅先、団らん中、仕事中、何でもいいですね。あゆみちゃんのも、これは詩だっていう。でも自分の中で詩がまだどういうことかって分かってない。なんかありますか？定義なんてものはないんでしょうけど、その人が感じたものが詩なので、逆に言うとそれを伝え合うことで、人間ってなんか一歩間違えばなんていうの、バランスなんて崩れるし発狂しちゃうし、やっぱ世の中の真っ暗な感じだけど、なんかそういう。何でもないことをお互いが言い合える関係が、何かすごい大事な命の営みをつないできたような気がする。人間って意味以外で存在してるから、意味以外の全てっていうか、逆に意味を成り立たせるものこそ豊かな無意味だったりするから、それが詩なのかもしれないな。だから君が蛇口君に一人の女性として惹かれる、そういうところなんじゃないか。だってあんなのクズじゃないか。でも確かに知って考えると都合いいなってことはあります。蛇口さんも人自体を詩で嫉妬捉えると向き合える。知って考える。そう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 。あやふやでも。乗ってきたね。ひどいこと言ってるけど。男性としては捉えるんだけど、蛇口さん自身が素敵ですよね。すいません。接客業の鏡。鏡。あゆみちゃんありがとうございました。逆にだから僕ら書いてる側としたら、そう簡単に詩だって感じでちゃんと吟味しなきゃっていうか、なんか逆に伝える側なので、こんなもんで詩でしょうみたいな世の中のそれと違うところから、もっとないから詩はって、なんかだって世の中で圧倒的にいろんな芸術やいろんないいことがいいなんかプランってあるけど、それでも圧倒的に救われてない人がいっぱいいるっていうのは、まだ違うものが必要なんだよね。自分自身も完結してないし、もっとそうそう、その今みたいなあゆみちゃんが、あ、こういうのも詩なんだなって新鮮に思ってもらうものを僕らは届けなきゃいけないのかなと思うので、四季を一緒に探していこうじゃないかということでございます。萩さん何か？いや、とにかくさっきの青木君が言ってたのは俺は一番しっくりきて、あとでも書きながら出てくるのもなんかあるのかなと思って。なんかうっかり出てきたんで。なんだろうね、いっぱい荷物持ってバーンってぶつかって、気をつけろってやってるやつね。好きみたいな恋みたいな出会い頭が。すいませんね。これね、思い出したらね、レコードを自転車でこうバーってぶら下げててバランス悪くなるじゃん。で人をかわそうと思ったのでバーってこけたの。こんなので大丈夫ですかって言って、あ、これは出会ってかまかねえみたいな。俺その時まだそれをまだアピールできなかったから、あ、大丈夫ですって言ったんだけど、間違えて俺の心はふわってなるよね。それかけちゃう。俺この間つり革でつり革持ってるすかした大学生みたいなやつがガコンって電車から電車からそれは結構知らない。ブルースだね、ブルースだね、ブレンジだよね。そんな感じで四季君、君は君のしかない。そう、感受性次第です。君だから伝えるアングルの詩があると思うんで、伝える。じゃあね、なんか面白いね、これ改めて。楽しいですね、これね。偉そうに喋るのかな。ということで、これは続けますか、一回切りますか。これ一回切りましょうかね。はい、じゃあ、ということで、また次のね、お話しします。あと質問がもう少しあります。